死ぬのが怖くなると思っていた。涙も流れない。探し物は多分ここよ。ここから先はあなたがやってみて。これを渡すわ。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。なくしたものを探す手がかりを見つけられる。これがあなたの初めての仕事。あなたならできる。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。
先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。黒沢、密香さんはいらっしゃいますか？あ、すみません、今留守にしています。依頼をした氷見野です。人探しだから受けるかどうかということでしたけど、いつになるのかと思って。人探し？山に行ったかもしれないんです。氷見山。山の近くで遥かを見た人がいて、自殺の名所ですよね。遥かがそんなところに行くはずないんです。私に何も言わずに。すみません、黒沢が戻り次第。遅くなるなら結構です。自分で確かめます。氷見野さん。はるかはこの山にいるんです。見たんですか？でもいるんです。早く探さないと。私が探します。一緒に帰りましょう。
ガさん。綺麗だけど、なんだか悲しそうな人ですね。ああ。こういうタイプの女の人、苦手じゃなかったんですか？ああ。他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか？その場所へ行こう。すぐに確かめたい。こんな時間からですか？場所は聞いてある。
と。覚えてないのか。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。見つかっちゃった。あなたも死ねないの？私は下に行きたいんだ。死にたいのはわかるけど。じゃあそれまで遊びましょう。これはあなた、あなたの人形見。私を探して。どうしてあそこに？夕日が見えたから。夕日が近づいてきて、だんだん慣れてきて、溶けるみたいで。溶ける。とにかく君は帰ってきたんだ。無事でよかった。冬日は？
今は何も考えずに休んでください。そうね、ありがとう。先生、そろそろ。ああ俺は帰る。ユーリも少し休め。北条です。榊か。最近連絡がつかないからどうしたのかと思った。なあ、この前俺はお前に、俺結婚するんだ。結婚？お前が？ああ、ずいぶん急な話だな。おめでとう。それで相手は？俺が知ってる人。写真を見た時から。
しかけないで。私今死んでるんだから。お兄ちゃん、お兄ちゃんはお姉ちゃん。私は嘘つき。私は、ふーん、じゃあ遊ぼう。これがあなたの人形見。いえ、あなた自身が人形見になるの。君は、もしかして…どうして持ってきてないの？私の様子が…なくしてしまったの。約束したのに。
稲崎さんの家の方には連絡がつかなかった。また明日かけてみる。行かないと。もう一度。先生、ちょっとこちらへ。ああ。監視カメラ
動きましたね。これがあれば何かが迎えに来ても分かるな。君は大丈夫か？私、やっぱり山に戻ります。私を連れて行ってくれますか？無茶を言うな、危険すぎる。そうですか、いろいろとお世話になりました。これお借りしてもいいですよね。小塚田さんも探せるかもしれないし。おい待てよ。殺したの？じゃあ行きますね。あなたも
らっしゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。さあ、花嫁が待っておりますゆえ、こちらへ。こちらへ。されました。それはそれはおめでたいことで、読み子であるあなたも柱になる役目を果たさなければなりません。私の命は
私がここに残ればあなたは助かる。だから逃げて。ダメよ、許さない。あなたは一人で行こうとしているかもしれない。でも今はあなたは一人じゃない。私が一緒にいる間だけでもこっちにいて、少しでもいい、少しだけでもいいの。死にたいのなら一緒に死んであげるから。あの時のこと思い出しました。
いつもは気づかなかったような小さなことが、大切なきっかけになることがあるんですね。行くのか残るのか、もうしばらくここにいてもいいですか。今この暖かさがあってよかった。まだ真夜中のはずだ。私には人に見えないものが見えた。家族で私だけ生き残ってから、私だけが見える死の風景、唐突に訪れる死の匂い、いつも死がそばにあった。私には行くべき場所は分かっていた。
出すかどうか迷い続けている。開きます。生き写しの絵を作る機械をお持ちとか、そのものの心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていようか。もう置いていかないで。私には何もない、何もないの。お母さん、
しゃいました。麻生様がまた来られるとは、こんなにめでたいことはない。ちぎりの相手はもう決まっておりましょうな。あなたはここへやってきた。黒木様に。もう迷わなくてもいい。黄泉へ落ちましょう。私がついに出る前に。黄泉が溢れる前に。私は兄さんを救いたかった。取り戻したかった。いえ、あの頃に戻りたかったのかも。戻ったまま時間を止めてしまいたかった。私には隔離世に行ってまで結ばれたい人はいない。お母さんにはお父さんがいる。でも私にはいない。誰も。ずっとどうしてと思っていた。でも、もういい。いいの。行かないで、お願い。ええ、どこにも行かないわ。Thank you.
一度会いたかった。会えないと思っていた。私と終わってくれるのですね。あなたと終わるためにここに来た。好きだ。心を読めばそんなことはわかる。でも言ってほしかった。共に生きたかった。それが私の本当の望み。言いたかった。やっと言えた。これでもう。私と別れるために来たのですね。あなたが移してくれた時、あなたは私の魂の一部まで持っていってしまった。それが辛くて嬉しかった。あの闇に戻ります。最後に私を取って残して永遠に閉じてしまう前に。
来てくれた。やっと来てくれた。こっちこっち。ずっと一人だった。このままずっとここに隠れていようか。私は他の幼巫女とは違った。長くは生きられないと言われたから、誰とも友達になれなかった。一人だった。でもこれで一人じゃない。二人はずっと一緒。二人とも死ぬことはできない。ずっと。やっぱりダメ。私は死ぬことはできない。ずっと柱のまま。でもお前は死ね。ゆっくりゆっくり死ね。幼い頃に遊んだ神社はすでに廃墟になっていた。あの頃を懐かしむ者は何も残っていなかった。私は特別な柱。ずっと死ぬことはできない。でもこれでやっと終わる。来てくれてよかった。本当に嬉しかった。もう一度会えただけで、もう私を忘れて。いいよ。最後に綺麗なものを見て終わりたい。
あの言葉は私には強すぎた。あの言葉は呪いです。あの人とは共に死ぬのではなく共に生きたかった。ようやく呪いが解けた気がする。私だけで行きます。流れの果てに。あなたが私を見取ってくれた。あなたに最後の感情を託せた。あなたに会えてよかった。
まだ寝てろ。もう少し休んだ方がいい。なんだよ、どこにも行かないって。信用ないな。